下鳥のリオは、新潟県荒井市出身で時津風部屋に所属した、元大相撲力士。本名同じ。身長188センチメートル、体重152キログラム、血液型は B 型。得意技は、右四つ、より。最高位は、西小結。2011年の大相撲やお蝶問題にて、引退勧告処分を受け、引退した。 小中学生の頃は、空手や柔道、水泳と様々なスポーツに親しむが、新潟県立高田農業高等学校で、相撲部に勧誘され、才能を開花させる。3年生の時国体で5位に入賞。その後東京農業大学に進学して相撲部で、活躍した後、時津風部屋に入門。2000年3月場所に幕下付けでで、初土俵を踏む予定であったが、 知人の運転する車に同乗した際に事故に巻き込まれて全治5週間の怪我をしたため、初土俵は同年の5月場所にずれ込んだ。2001年5月場所に新十両、2002年3月場所に新入幕。同年の7月場所では、初挑戦の横綱武蔵丸から金星を獲得し、9勝6敗で関東賞を受賞。14代。 時津風の定年前最後の場所へ花を添えた。2004年3月場所に小結びに昇進し、新三役昇進を成し遂げたが、6勝9敗と負け越し、1場所で陥落。2004年7月場所では、海王、無双山、若の里、琴光に勝ち九勝と、活躍。2005年11月場所は、大相撲ラスベガス公演の直後に腰を痛め、 西前頭14枚目の地位で初日から休場。番付を東十両9枚目まで大きく下げた。2006年7月場所、東十両5枚目で10勝5敗の成績を上げて、再入幕を果たすも、9月場所では負け越してしまい、再び十両に陥落したが、2007年1月場所は10勝5敗の高成績で、十両優勝決定戦では敗退した。 ものの、次の3月場所では幕内に復帰して9勝6敗と、勝ち越した。しかし翌5月場所では、追感版ヘルニアが再発し、全球。重量へ陥落した7月場所、本名の下鳥から下大取鳥に改名。改名した翌場所は5勝10敗と改名効果は、すぐには現れなかったが、翌9月場所は10勝5敗と、大勝ちした。 11月場所も10勝を挙げ、見事、翌2008年1月場所での幕内復帰を果たしたが、またも追患版ヘルニアが再発し、途中急上した。2008年3月場所より、読み仮名のみ、本名の下取りに改名した。2010年12月23日の稽古総研では、土俵に上がることがない様子を、ドスコイ FM の中継で伝えられ、 翌2011年1月場所は2勝13敗の大敗に甘んじた。時津風部屋力士暴行死事件を受けて、時使いが時津風を襲名するにあたり、時使いが持っていた西木島株を譲り受けた。2011年の大相撲八百長問題では、八百長に関与したことを特別認定調査委員会に認められ、4月1日の相撲協会臨時理事会の結果、 引退勧告処分を受けた。4月5日、引退届を提出し受理された。保有していた、西木島株はもと、倉玉西木に名席を貸していた。しかし、この引退で名席を保有できなくなったため同部屋の豊ノ島に譲ることになった。5月22日に時津風部屋で断髪式を行い、30日には地元講演会の解散式に姿を現し、 謝罪した。現在は福岡にいる知人が経営する養鶏業を手伝っている。引退時の番付は2011年2月28日発表の準席による。ありがとうございます。